はい、皆様こんにちは。リストドゥンケルハイトでございます。月夜に響くノクターンリバース実況プレイ続けていきたいと思います。さて、カオスさんから招待状、道具にあんのかな。あー、いっぱいある。あれ、グリーンポーションなんて持ってたっけ。なんで持ってんの、なんで持ってんだこの2つ。最初何も持ってなかっただろう。ルナちゃんの、あの持ち物かな。医学体制特になし、治療法が事細かに書かれた本。まあそうだろうね。給油、あ、お友達ですか。微量ながら魔力を感じる。何、魔力込めちゃったの。そんなもんか。これが、これ、まあいいや。貴重品とかそういう分け方はしないのかな。じゃあ、はい。あなたは確かルナさんと村を回っていた。中へ入らせてもらうぞ。いや、渡せばいいっつったろ、言われただろ、レビエルさん。いえ、この中には伝染病の患者がいます。外のものを入らせるわけにはいきません。やつの屋敷へ行く前に一つ確かめねばならんな。何を。レビエルさんやめて。レビエルさん、え、何、目で殺す感じ。あれ、私は何を。中へ入らせてもらうぞ。問題はないよな。あ、はい、どうぞお入りください。ん、点々がついてるな。なんだここは。これなんか重要ポイントなのかな。なんかレビルさんの眼力でなんとかしたのかな。操ってんのかな。へえ、前に渡せばいい言われてたのに。レビルさんは何を確か、伝染病を確かめたいの。手前に入っていいかな。およ、ああ、ご両親か。元気だったに、伝染病に。レビルさんに対して何も反応してくんない。まあいいや。さて、ミーティアスさん。レビエルさん、どうしてここに。頼まれ事と一つ確かめたいことがあってな。あ、医学対戦。これは母さんから。ルナ、伝染病以外の病気も疑えってことだと思う。確かにミディアの症状は他の人とは微妙に違った。だけど。なんだ、レビエルさん。お、違うか。いや、だがこれは。レビエルさん、ミディアに近づくのは危険。苦物の種か。呪い？え？ヴァンパイアなのだろうな、おそらくは。ヴァンパイアって何がですか？呪いをかけた者がだ。ほう、ヴァンパイアって呪いかけられんだ。そんな、じゃあ、ミディアは？伝染病ではないということだ。なぜ見ただけでわかる。おお、ただの雑魚かとも思ったが、なかなかどうして楽しませてくれる。吸血鬼が近くにいるのかな。どうして。レビエルさんが吸血鬼だっていうのはなんとなくあれ察したんですけど、他にもまあいっぱいいるんだろうな。専門の狩人がいるぐらいだもんな。何、どうして呪いなんて。なんでかな。理由は単純だ。ヴァンパイアは招かれなければ家に入ることができない。え？だから中級程度のヴァンパイアは人間を操り、その友人を外へと誘い出す。急に体調を崩したのは、稚拙な送信術により精神に異常な負荷がかかったからだろう。ミディアを操った。ミディアを助ける方法はあるんですか？教えてください、レビラさん。あるが、なんだ、戦争アムニルを煎じた薬を飲ませれば苦物の種など簡単に解ける。簡単だね、本当に。戦争ってそんな高価なもの。あ、そういう系なんだ。なんかその辺から積んでくるんかなと思ったけど違ったか。生えている場所を知っている。給油に、すいません、給油に会いに行くついでだ。取ってきてやる。おお、優しい。私も行きます。行かせてください。お前がついてくる必要はない。奴の居住は魔物が集う。それならなおさら。なんで、私一人で十分だ。お前が来ても邪魔になるだけだろう。はい。奴の居住は森の奥深くにある。命の保証はしないが、それでも構わないのなら勝手にしろ。すいません、買いました。ありがとうございます。一緒に行くんけい。やれやれ、まったくご苦労なことだな。今さっきレビエルさんの最後の言葉がなかったらついてこなかったはずなんだけど、なんでわざわざついてくるようなことを言ったんですかね。
苦しげ眠っている。そうか、呪われちゃったのか、なんかようわからんけれども、吸血鬼さんは一体何がしたいんでしょうね。よいしょよいしょ。相手を呪ってどうしたいんだろう。え、ごめん、こっちだわ。あ、でもそっか、店の物を覗こうにも金がねえんだよな。何もしようがねえわ。とりあえずセーブしよう。この人邪魔だな。よし、行け。おー、そういう感じのマップなんだ。いきなりなんかカオスっていうなんかボスのところに行く感じ。怖い。行け。あ、もう一回押さないと入らないんだ。ふぅ、レベル上げして。レビエルさん、そろそろだな。何が？ここからカオスの領域に入る。惑わされないように気をしっかり持っていろ。惑わされないように。すぐにわかる。何、めっちゃ誘惑してくんの？わかりました、気をつけておきますね。なんすか？おーほー、すげー、すげー。う、さっきまで森の中だったのに。すごい、これがカオスの領域だ。腰が。あら、へたっちゃいました？すいません、ありがとうございます。あの、これ何なんですか一体？このスキルはカオス独自のものだ。私にもどういう仕組みなのかはわからん。へえ、わかんないんかい。ただ一つだけわかっていることがあるとすれば、これはただの現実ではない。それだけだ。ワープしたんですか？そうですよね。このリアリティ、今でも森の中にいるなんてとても。よくはわからないんですけど、空間転送とかなんですかね？違うな。転移魔術ならば、マナの変化が感じられるはずだ。それ普通の人間にわかるかどうかってあれがありますけど、レビルさん。だが、この大気に流れるマナは、さっきまでの森に流れるものと全く同一のものだ。ほう、移動したわけではない。空間は同一でありながら、位相のみが異なっている。私はそう分析している。本当のところはカオスしかわからんさ。難しいな。あの、下がれ。おお、え、ルナちゃん一人でですか？私が行くまで防御していろ。レビエルさん遅すぎ。遅すぎ。レビエルさん遅すぎ。もうちょい早く来てください。来たー。レビエルさん。よく耐えたな。お前は下がっている。私が片付ける。私も戦います。前に言いましたよね。ノスティさんに槍術を教わっているって。結局俺、槍術か槍術か調べてねえわ。ごめんなさい。前は3対1でしたけど、サポートくらいなら。無駄だ。ザクとはいえ、お前の叶う相手ではない。でも。お前の実力は先ほどの光線で分かった。戦いの邪魔になるだけだ。下がっていろ。はい。後衛前衛があるのかな。さて、どうやら誰を相手にしているかもわからない雑魚のようだが、さっさと片付けるか。いっぱいありますね。特技が気になるけれども、とりあえずまあぶん殴っていきましょう。青き狼、かっこいいな。よいよ、わ、ほんまに雑魚だ。あ、なんか回復しますね。レビエルさん勝手にミスんな。この魔獣には物理攻撃が効きにくい。魔術で片付けるか。レビエルさん特技何も持ってねえやないかーい。おー、MP は、あ、時間とともに回復する。やったー。でも、レビルさん、何も術持ってない？あ、今から使えるような、闇の刃。なんかあんま魔法っぽくないけれども、まあいいや。ミストアイ。おー、かっけー！かっけー！霞の瞳。ゲットアイって、なんかウル系なのかな？よくわからんが。ここはもう魔獣の巣。少し油断していたようだな。あの、すいません。何がだ？足手まといなのについてきてしまって。何を言ってるんだ？え？そんなの初めから分かっていたことだろう。毒舌！まさかこと戦闘において私と肩を並べられると本気で思っていたのか。安心しろ、はじめから期待などしていない。ふぅ！すいません。あ、でも。なんだ？はじめから期待してないってことは、逆に言えば、足手まといになることが最初から分かっていた上で、一緒についていくことを許してくれた、そうですよね、
レビールさん。そうですね、わざわざ一言付け足してルナちゃんがついてきてもオッケーって言ってくれたわけですからね。どうした、先を急ぐぞ。はい。今ハイガーにちょっとうまいこと言えなかった、腹立つ。うん、カオスの領域どっちから行ったらいいのかわからない。ちょっと待って、ブレイブクリアレベル6っていうのが気になる。レビールさんのレベル5なんだけど、とりあえずセーブしよう。どこでもセーブできるのはいいですね。下から行ってもいい。あ、下に行くと戻るんだ。なるほど、よかった。簡単に、え、これもしかしてシンボルエンカウントバトルですか？そうなんだ。とりあえず、できればレベルはザクザク上げていきたいので、普通に、殴り倒していきましょう。ルナちゃんは公園にいる限りは全く戦闘には参加できないんですね。でも経験値は入るんですかね。よいしょ。経験値は入ってくれんのかな？てい。あ、ミストアイがいますね。じゃあ、魔術で対抗しないと。いやー、よかった。よけてくれた。特技、闇の刃。ほい。シューンって消える感じが。これ、能力じゃなく、何でわかるだろう。スキル習得点は気になりますけど。あ、そっか。あれできんのか。あ、すごい。いろいろ、なんか、よくわかんないけれども、なんか、なるな。え？わかんない。HP 貯めれば、いけるのかな？よくわかんねえな。なかなか複雑だな。間違えた。これは？あー、自動回復か。パーリング、いいですね。すごいな。あー。これが今つけてんのか？どっちなんだ？わかりづれー。村人なんだ、ルナちゃん。ルナちゃん今、リジェネレーションあるんですね。これ、次の、まあ、いいや。とりあえず戦闘ガンガンこなしていって、レベルが上がればいいなーって感じ。あ、残るんかい。痛い。でも、回復自動でしてくれるのは嬉しいですね。って出方が、ちょっと待って。今の時点でルナちゃんを見ると、よくわからんな。この 56EXP ってのが、EXP をゲットしてレベルが上がるわけではないのか？でもスキル、待ち、バイバイバイ。この辺は EXP を使用しなきゃいけないのかな？よくわかんないな。難しい。システムが難しい。とりあえず、ガンガン戦闘こなす。痛い。なんで先制攻撃食らってんだよ。よいしょ。からの、あ、痛い。ルナちゃんに攻撃当てんじゃない。ルナちゃんに触れんじゃない。よし。なんか宝箱っぽいのあるけど、とりあえず戦闘。とりあえず、まあ、MP 温存する必要ないんだけれども、一応、ルナちゃんに攻撃をすな。ルナちゃん持続回復してる？してなくない？ルナちゃんリジェネレーション覚えないとまずいよな。これ。なんか装備ゲットしたな。これは、ちゃうな。この辺、え？ちょっと待って。今手に入れたやつはなんだ？これは？合成に使用するものなんだ。装備品じゃないんだ。てっきり装備品かと思ったけど。ちょっと待って。いやでもお金60メールとかしかないし、あ、薬草がいくらとか見てねえけど。不死鳥の羽？フェニックスの？羽だけど。羽だけど、フェニックスの。おやだ。え、やっぱり、これ、薬草とか補充した方がええんかな？わからんの？レベルの上がり方がわからんだが。よいしょ。あ、ここにもいるわ。ちょっと待って、狼これ。ガンガン戦闘していきましょう。よいしょ。ふぅ。レビルさん、立ち姿が美しいですね。実に。よいしょ。うわ、剣のしまい方もかっこいいんだよな。これなんか能力。ポスト。
182ネクストってのがよくわかんねえんだよな。これなんかできんのかな。お、やっちゃった、やっちゃった。やるかどうかっていう、うん、はい、家のあれが欲しかった。やっちった、やっちまった、やってしまった。よかったんだろうか、よくわからん。とりあえず炎のやつをゲットできた。中範囲の範囲技なんだな。でも一応一通り覚えてからのっていう方がいいかもしれないけど、どっちかっていうとこれも欲しいよな。リジェネレーション、リジェネレーション、どっちかっていうとルナちゃんに欲しいんだけど、やばい、ルナちゃん前に出さないと経験値そんなもらえないんじゃないのこれ、もしかして。とりあえず宝箱欲しさに、あーん、あーん。特技炎の、あーでもこっちの方が MP が、まあ、自動で回復するとはいえな。ルナちゃんのヒットポイントが自動回復しない。これは辛い。レビエルさんに攻撃が当たる分には大丈夫なんだと思うけれども。あんまり入ってないようだな、経験値が。よいしょ。どうやって育てていこうかの。おいしょいしょい。レビエルさん大丈夫か？ちょっとしんどくなってきた？連続戦闘すぎて。よいしょ。はい。なんだ、なんだこれ。何ですか？おー、ほう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 。麻痺解除ですか？ちょっ、まあ、いや、とりあえず戦闘して、一旦戻りたい。あー、レビューラさん頑張れ。え、ちょっと待って。ルナちゃん、今何した？ルナちゃん？ルナちゃん、今道具勝手に使った？なあ。え、どっちだろう？え、道具勝手に使った？パッシブとかはないよな。え？え？アイテム勝手に使うとかガチでやめてほしいんだけど。あれ、ゲットしたよな、私。開けたよな。一回戻って、ちょっとアイテム、薬草とか持てるかどうか見ますわ。すいません。よいしょ！よいしょ！戻れますね。アルギスの、アルギズの村。イズラアルギズって、アルギスにしてほしかったって違うか。じゃあ道具屋さんはこっちじゃねえよ、バカ。よいしょ、よいしょ。こっちだ。ヘイ！購入。98か。薬草は、一定時間、あ、そういう持続系、一瞬にして回復させる系はそういうことなのか。一応、でも薬草、なんか緑の薬草使っちゃったような気がするんだよな。回復量60、持続で60だしな。とりあえず、2個ほど買って、薬草なぁ。こうか。なるほどな。速攻性と持続系があるんだよな。ごめんなさい、ごめんなさい。売却するものは特にないよな。この辺とかは、この辺とかは何に使うのかな。鍛冶屋さんとかかな。武器屋さんとかも一応覗いてみようか。時間があれなんで、そうそう、切れ強いとこではあるんですけども、一度。なんで武器屋さんはあれ看板がないの？なんでないんやろう。よいしょ。イエーイ。あー、でも結構品揃えよりじゃないですか。結構、今の持ってるロングソードですよね。魔撃力なんだ。へー。機能性ってことは、これ俊敏性も変わってくんのか。なるほどなぁ。防具は？結構高えなぁ。あの感じだとなかなか金貯めるの大変だぞ。鍛冶屋さん、いやでも鍛冶屋さんは何もしてくれないのかなぁ。この、刀剣類を打つっていうことができないっていうことは、あぁ！ここには近づきたくない感じですかね、レビルさん。了解でーす。じゃあ、よっこらしょ。今回はここら辺で切らせていただきます。裏でレベル上げとか、ちょっと待って。
出るたんびに魔物とかは魔物とかは出てくるんですか？出直してきてくれる？出直してきてくれますね。じゃ あレベル上げしときますわ。レベル上げっていうか、EXP 上げですね。全然なんかレベル上がる様子がないので、はい、ブレイブクリアっていうのは気になるんだけどな。はい、今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。